皆さんこんにちは。今回は、毎週恒例の情報募集動画になります。いただいたリクエストの中で、いくつかピックアップして紹介していきます。一つ目、真剣ゼミの不気味なビデオ、ある映像を探しているそうです。10年以上前の真剣ゼミの割り算に関する教材ビデオで、あまりが出ると発狂して体がボロボロひび割れてしまう女の子型アンドロイドが主役の 3DCG アニメを探しているそうで、Twitter などで調べてみると目撃情報は多いものの、映像やタイトルなどは一切不明だそうです。Twitter で調べてみると、確かに同じビデオを見たと思われる人のツイートが見つかります。割り算がわからなすぎて体のパーツがどんどん取れていくロボットが出てくるそうで、知恵袋にもう少し詳しい情報があります。あまりが出るたびにロボットの女の子が気持ち悪いと言いながら崩れていくという内容になっているらしいです。トラウマになったという人が多いので、かなり不気味な映像だったと思われますが、気になりますね。映像について何か情報があればコメントお願いします。二つ目、引きずられる女の子、ある画像を探しているそうです。10年ほど前に怖い系の画像を集めたまとめサイトで見た記憶がある画像で、2、3枚の連続したものになっていたそうです。家で少女風の女の子が駅の通路のような場所で壁を背にして地べたにあぐらをかいて座っている画像があり、次の画像では、その女の子がすごい勢いで壁に引きずり込まれていく場面があり、その瞬間のひっつった表情がかなり怖かったそうです。実写なのかイラストなのかは不明ですが、内容的にホラー系のイラストだったんですかね。同じような画像を見たという方がいらっしゃいましたらコメントお願いします。三つ目、40年前のショートアニメ、あるアニメを探しているそうです。40年くらい前の話なので難しいかもしれませんが、NHK か何かの夕方の番組で海外のショートアニメ特集がやっていたそうです。その中の一本がトラウマになっており、モノクロのシンプルな線画のような、でもリアルな絵柄で太った中年男性が大砲か何かで、飛ばされて、空をどこまでも飛んでいきます。遠く離れたどこかに落ちるのですが、そこには飢えた子供たちがたくさんいて、その子供たちが男性に群がって食べようとするところで終わるというものだったそうです。40年前、そして海外製のショートアニメということで、かなり難しいですが、気になる内容ではありますね。ただ、日本でも放送されているということは割と有名な作品で、今も情報が残っている可能性もあります。このショートアニメについて、何か情報があればコメントお願いいたし。四つ目、不穏なツイート、あるツイートに関する情報を探しています。結構前の話、とのことで、ちょっと不気味な雰囲気のアイコンの人が、民剤飲んだ、みたいなことを話した後に、文字化けしているツイートが投稿され、それ以降何もつぶやかなくなったそうです。みんなが心配している中で、現在地の情報を見てみるとどこかの湖のど真ん中になっていたという話があったそうです。調べてみると、いくつか関連しているツイートを見つけました。意味不明な文章で現在地か何かを示してるツイートがあって、位置情報を開いたら湖か川のど真ん中だった、というものです。また、このようなツイートもあり、現在地として北海道の湖がツイートされたという話もあり、これは2014年の情報です。さらに調べたところ、該当のツイートを発見しました。2013年4月に民剤を飲んだというツイート等を投稿した後に1年ほどツイートが途絶え、最後にこのようなツイートを残しています。しかし、2017年に再びツイートを残しているので中の人は健在ではないかと思います。5つ目、大島テルの不気味な一文、ある物件に関する情報を探しています。大島テルに掲載されていた事故物件で、夕方5時くらいになると、自殺した少女の霊が寂しげに佇む、という一文が、記載されていたそうで、ふと思い出して検索してみたところ、情報が全く出てこず、あの物件は何だったのか気になっているそうです。これ、私も見た記憶があるのですが、まとめサイトか何かで見たものなので、検索しても出てこないかもしれませんね。
大島テルは割と適当なことを書く人が多いので、おそらくこれも一種のネタではないかと思うのですが、なぜそのような噂が書かれたのか、意図が気になりますね。こちら、情報をお待ちしております。6つ目、お面が大量に掲載されたサイト、あるサイトを探しているそうです。10から15年ほど前に見たサイトで、芸能人の目の部分がくり抜かれて、お面のようになっている画像が大量に貼ってあるサイトがあったそうで、画像検索で単体の画像を見つけて、そこから元サイトにたどり着いたそうです。そのサイトのコンテンツの一つがお面の画像群だったそうですが、うっすら物販のページもあった記憶もあるそうです。載っている文字は基本的に英語でしたが何かの部分を見て日本のサイトだと感じた覚えがあり、赤かきを基調とした派手な色合いのサイトだったそうで、参考画像もいただいております。リクエスト主さんが見たページはお面の通販というわけでもなさそうで、一体何のサイトか気になっているとのことです。お面の通販サイトでないとしたら、目的がわからずちょっと謎ですね。こちら情報をお待ちしています。7つ目、ヤバい AV、ある動画を探しているそうです。2000年代中頃に見たある動画が気になっているそうで、どのような動画かというと、ある AV の撮影現場を撮影したものだと思われ、女優が突然痙攣しだし、スタッフが集まり場内騒然となりますが、カメラは回り続けています。最終的に口ひげを生やした監督と思わしき人物が、カット、と叫んで動画は終了します。エロ動画サイトではなく、面白動画まとめサイトのようなところで見たそうです。おそらく何らかの企画ものだったとは思うのですが、そのワンシーンだけ動画サイトに出回っていたというのが引っかかりますね。こちら情報がありましたらコメントお願いします。8つ目、板ガムを持った心霊写真、ある心霊写真を探しているそうです。20年ほど前、アンビリバボーで紹介されていた心霊写真で、駅の券売機で撮影された写真でした。被写体の人の後ろ、券売機あたりから異様に細くて長い腕が2本伸びているのですが、そのうち片方の手には板ガムが握られており心霊写真を解説されていた立原美幸さんが、この写真については何もわからない、と話していたそうです。ガムを持っている幽霊というのは非常に珍しいですが、これ一度見てみたいですね。アンビリバボーについてはサイトのアーカイブが残っているので時期が特定できれば写真も見ることができるかもしれません。こちら、詳しい時期等がわかる方がいらっしゃいましたらコメントお願いします。以上、今回の情報募集動画でした。些細な情報でも構いませんので、何かあればお気軽にコメントお願いします。それではまた来週、募集結果を出すのでお待ちいただければと思います。